一昨日なんですが、広島にはもう一つ大きなプレゼントがありました。それはですね、サンフレッチェユースの3年ぶりの優勝ということなんです。優勝というものがこんなに素晴らしいものかというような VTR、 早速ご覧いただきましょう。3年ぶり3回目の優勝を果たしたサンフレッチェユース、彼らのこの大会にかけた思いはひとしおでした。一昨年、去年と優勝を逃し、今年もここまでタイトルなし、苦しいシーズンだったからこそ自分たちの手で勝ち取ったクリスマスプレゼントは最高でした。今年は2大会連続負けて、去年も無冠に終わって、やっぱ最後の大会ここまで来れて、やっぱ吉田町の方、自分の親、そして監督たちにお世話になったのをしっかりこの優勝という形で恩返しできたと思います。最高の仲間たちで、試合に出れないやつとかも一緒になって喜んでいたし、本当に最高の3年間でした。3年生たちになんとかゴール決めようと思ってたんで、めっちゃ嬉しいです。良かったです。そして何より一番喜んだのはゴリさんこと森山義郎監督でした。皆さんありがとう。いやの道をかいくぐりながら、みんなの力で、みんなのまとまりで、本当苦労して勝った、こんな嬉しい優勝は初めてかな。今日試合に出れない、ベンチにも入れない4人の選手たちが、俺たちも一緒に戦うとかね、一緒に勝って泣こうぜみたいなこと書いてくれて、本当に、そういう選手の気持ちをみんなこうね、受け止めて戦ってくれたんじゃないかなと思います。そして突如登場したのがこの人たち。先日イブニングニュースに遊びに来てくれたユース出身、牧野選手と柏木選手。でしょう。なんか先輩のために後輩のためにっていうの伝わってきましたね。そうなんです。もう先輩後輩関係なくっていうところも監督自ら率先してやっていた、まあ、これがクラブチームとしての、そうなんです、まあ、ユースチームの良さではないでしょうか。気持ちいいものがありますね。そうなんです。以上イブニングスポーツでした。